こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物やっていきましょう。向かうのはゲルド砂漠が終わった時に教えてもらった水がたくさんあるところ、ゾーラのところじゃないかなと思うんですけど、あれ、リンクくん、なんか見つけちゃいましたね。なんだろう、ギニチャレンジ狙われた男。ゾーラのところに行こうと思ったんですけど、なんだろう、なんで、ちょっと助けましょう。リンクのこと知ってる人ですかね。はい、ありがとう、助かったよリンクくん。君別物？あ、ごめんなさい、フードかぶってたからてっきり。大変な失礼をしちゃったよ、本当に申し訳ない。私は南の村に住むワブキという男。草刈り仕事に夢中になっていたらいつしか南の草原まで来てね。おう、さら地にしてやろうって考えたの？でも魔物に追われたのか。やりすぎは良くないね。改めて助けてくれてありがとう。お、お金もらいました、20ルピー、うん、君と間違えたリンク君ってすごい剣士だったんだ。村のみんなをよく助けてくれる少年で、魔物退治になってる。正義感の強い子めったにいないんじゃないかな。しばらく会ってないけどきっと元気にやってるよ。すごい、リンクのこと知ってる人でしたね、やっぱり。へえ、こんなところにもいるなんて。狙われた男をクリアしました。もうとりあえずなんですけど、行くところはね、右の上の方なので、あれ、平原の西側は手配書を貼り終えたが、ゼルダ様どこにもいないか。この前までゼルダ様を救おうとしてたのに、今度は捕らえようとしてるなんて。そもそもゼルダ様が悪人扱いされてるのって本当正しいんですかね。俺だって信じたくないが、命令に背くわけにもいかないだろ。それもそうですけど、東の海辺の村では特に収穫がなかった。もう少しこの辺りを見て回ろう。わかりました。海辺の村、そこに行く予定なんだよね多分。手配書めちゃくちゃ貼ってあったの見たんですけど。そういうことだったんですね。多分これで到着かな。なんかだいぶ空いてないとこと空いてるところの差が激しくなってきそうな気がする。いいのかな。ジャブール水域、ここがね目的の場所だったんですよね。すごい水の綺麗なところですね。ゾーラ族のいるところかなって思ったんですけど、違うのかな。どこかに裂け目の入り口を作れそうな場所があるはず。とりあえず大きな裂け目の近く探してみる。わかりました。メインチャレンジ、困ったことになったな。ジャブジャブ様が暴れるなんて。ジャブジャブ様って、旅の方、海辺の村だよ。ジャブジャブ様はジャブル水域に住む大きな精霊様。おう、多分普段はおとなしいのにあちこちで暴れまくってて、住処に裂け目ができてからずっとこんな調子でね。寝床にしてる洞窟、東の橋を渡って進んだ先にあってね。なるほど。ん？僕が見た大きな裂け目も同じとこかもしれない。うん、そうなんだ。お、スタンプ台って村に結構あるのかな。いろんなところにあれって書いてありましたけど、なんかサクッと今回の見つかりましたね。ゾーラの入り、あ、やっぱりゾーラ族なんだね。交流の場だよ。ゾーラたちとジャブジャブ様が交流する場所、海ゾーラ、川ゾーラ。ジャブジャブ様は暴れてる。え、長老同士で喧嘩してるの？それはちょっと困った状況だね。ここが住処なんですね。あ、めちゃくちゃ綺麗。浮き上がるっていうのも潜るっていうのもできるようになってます。でも上はちょっと行けないかな。滝登りはね、あのゼルダの伝説本編の方だとゾーラを助けると教えてもらえたりっていう感じになるんだよね。
はい、ここも着きました。こっちかな。ん？ちょっとね、敵がいる状態なんですけど、水の上とか水のところってどうやってやればいいのかがちょっと謎。飛んでる子にお願いするしかないのかな。あ、ピラニアとかもあるか。これでいい？あ、右側に裂け目見えてますね。ちょっと難しいかな。あ、なんか出てきた。え、水の上だけじゃないのこの子。それは知らなかった。あ、行けましたね。こんにちは。テクタイト。借り物もね、徐々に数が増えてきましたね。行けそうなところにとりあえず行ってみましょう。あ、大きい酒も発見。こっちで合ってるのかな。うん、ここ入れるね。僕が見た裂け目、これここか。もっと近くまで行きたい。じゃあ中行く？ジャブジャブ様の住処。ここが寝床にしてる洞窟なんですね。開いてないね。何かが足りないのかな。台座みたいなのありますよね。この奥、裂け目の入り口作れそう。行こう。ごめん、行けないんだそっち。おー、やっぱり裂け目に飲み込まれちゃってるゾラ。で、あれ、誰かいるゾラ。こんにちは。あんたもジャブジャブ様が心配で見に来たぞら。住処に裂け目が出てからあちこちで暴れてて、ジャブジャブ様が心配で慌てて様子を見に来たとこぞら。扉の奥に行きたい。川の民と海の民の長老が音楽を演奏しなきゃダメぞら。川の民はこっちの人ね。川を遡ったところ。海の民は海ぞらのことぞら。南の方、海の沖合にある。わかった。じゃあそこの長老さんにお願いしないとダメなんだね。早く行きたいのに。そうだよね。川の民と海の民、なんか喧嘩してるって言ってましたよね。これは解決もできるのかな。とりあえず川の遡ったところと海のって言ってたので、こっち側はどこが近いんだろう。ちょうど真ん中なんですかね。川の流れが下だから多分上の方が、川のゾーラの方なんじゃないかなって思うんだけど。ここから上がれそう？なんか上がれそうだよね。あっちに行きたい。待ってどうやって行こう。やっぱりさっきのところからかな。台の上に乗ってでもちょっとここ入れなさそうですよね。行けるところを作れればいいのかな。惜しい。ちょっと遠くから海に上がれれば行けるかも。あー、惜しい。でもね、4つしか作れないので近すぎるとちょっとダメなんですよね。あ、1個ずつになっちゃうな。そう、これは、あ、高さが若干足りない。ここからだと難しそう。消えちゃうもんね、トランポリン。こういうことかな。こんにちは。どんぐり拾い。どんぐり拾い。ちょっと今はごめんなさい。川を遡るって、ここの上に行きたいけどゾウラの力がないと上がれないしね。海からなのかな。ね、川のところから海のところにちょっとワープしてみましょう。水の中でもワープはできるんですね。はい、
ゾーラの入り江。こんにちは。ここでいいのかな。海のゾーラ、川のゾーラがちょっと難しかったけど。こんにちは。裂け目が現れ、ジャブジャブ様が暴れて、ゆゆしき事態。我らゾーラの精霊様、沈めるのは我らの役目。空車が丸く収めようぞ。はい、空車さんだって。そうすればドラッドのやつもわらわの美しい演奏を認めざるを得ない。なんか括弧の中身があった気がするよね今。解決などするもんか。やつとは口もきかんと決めたのだ。わらわの音楽をバカにしおったのだぞ。顔も見たくない。思えばやつは昔から挑発してばかり。とにかくログマよ、今すぐ出発するぞ。気づいて。そなたは入りやしんか。わらわは忙しい。そっか、演奏してほしいんだけどな。用事もろもろ解決すれば手が空く。あ、なるほどね。川の民のおさと仲高い中でして聞きました。そろそろ仲直りしてもらわないと困りますよね。喧嘩するほどなんとやらとは言いますが、なんかすごく困ってそう。交流の場に行く。じゃあ交流の場また行きますか。そしたら会えるのかな。喧嘩って何？よくわからないけど話聞いてもらえないと裂目のとこ行けない。そうだよね。じゃあちょっと動きましょう。交流の場にマークが一応ついてるけど、交流の場に行ったら、あ、いたいた。これで変わるかな。演奏の準備は？こちらは準備万端です。演奏会を開くのは良いアイデアですが、川のために声をかけなくて平気でしょうか。これまでの演奏会は川の民と合同でやってきましたが、構わぬ。ドラッドのやつに思い知らせてやるいい機会だ。曲目についてなんかこの人たち話聞いてくれなさそうだね。もう片方の族長に頼んでみる。話聞いてくれなさそう。次に行くところはやっぱり川の方だから、さっき行けなかったところをうまいこと進むのかな。ね、さっき上手に行けなかったですよね。ってことは左側からになるのかな。ここに来て多分演奏してもらわなきゃいけないんだよねきっと。で、川の民の人が今来てるから、この人たちと同じ感じの人を探せばいいってことですよね多分。左側行ってみましょう。行けそうなところからでいいのかな。ん？タコ。ここ？あ、なんか書いてある。爆弾魚に刺激を与えるべからず。え？あ、待って、口の中爆弾ある。びっくりした。あ、なんか後ろ。危険、立ち入り禁止。いや、ウニみたいなやつにやっちゃった。多分この爆弾魚が後ろにいたのと一緒だったはずだから取りましょう。お願い、頑張って。おお、できた。はい、タックラー。爆弾魚っていう名前ではなかったよ。タックラーだって。これでまた増えましたね。水の中の子がこの辺多いんだね多分。これやってもらえる？もしかして刺激を与える。え、刺激を与えるってどうするんだろう。刺激を与える。ん？
にいたかと違うのかな。あ、違うんだ。違いましたね、爆弾魚はこっち。これでさっきのところ壊れるかな。爆弾魚、はい、今ね、よく使う順になってるので初めての子後ろに来ます。どうだ、ちょっと逃げる。うん、逃げなきゃダメだったみたい自分のとこにも来るんだね。あ、やだ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 、あ、もうやばい。すごいね、逃げなきゃダメなんだ。はい、爆弾、あ、これでいいのかな。ちょっと待って待って待って、おーいあー、まずいまずい、4分の1しかない。あ、これまずい状態じゃないですか。これすごくまずい状態ですよね。しかも逆側なんですよね、空気が。あ、ハート出てる、ハートハート。いやいやいや、取りにくいな。早く早く、あー、よかった最後の4分の1しかないとか、すごい。ハート消えないで、ハート出た、よかったびっくりした。ちょっとあのルビーは置いときますね。で、これどうやってやるのかな。うーん、上の段、やっ、え、これなんだろうね、板。板か。爆弾魚はいるけど水が入ってるわけじゃないから、え、どうするんだ、ちょっとわかんない。それで開く。さっきの宝箱のじゃないってことですもんね。あれ、回ってきた。ん、宝箱だけ特別のなんかだったのかな。ちょっと取り方わからないので、ひらめいたらまた来よう。お、道ができてる。まさか、いた、川ゾーラの里、よかった、これで来れましたね。だいぶ遡らないとなのかなって思ってたんですけど、ちょっと超えたらって感じでしたね。川ゾーラの住処、みんな怖がってる。ここでいいかな。こんにちは。おう、ジャブール水域は不安がいっぱい、元気を出すに限るぞら。長老さんの家ってどこなんだろう。ここなんか道具屋さんとかな気がする。あ、やっぱり買えるようになってる店ですよね。あ、入っちゃった、間違えたちょっと見てく、水かき、え、あ、模した水かきか。泳ぎアップだって。お金ないんだよね、残念ながら。そしたら泳ぐのめちゃくちゃ速くなって、もしかしたらあの滝とか登れるようになるのかな。でも泳ぎアップにしかなってなかったですよね。こっち、長老の家ってどこだろう。あれ、火が消えてる。ん、ジャブ様の話はしてくれるんだけど、長老がいない。もっと上なのかな。こんにちは。いや、いないね。あと、お家の中からも水の中に入れるようになってるんですね。あ、ここっぽい発見。こんにちは。ジャブジャブ様の大暴れに裂け目。ああ、ドラッド様が何とかするぞら。手はめに、手始めにジャブジャブ様を。ジャブジャブ様って沈めるのどうやってやるんだろう。あ、やっぱり演奏なんだ。空車のやつも素晴らしい演奏を認めざるを得ないはず。同じこと言ってるね。まだ喧嘩中？早く仲直りしてね。
俺の印象バカにしたぞら、同じこと言ってるね。なんでなんだろう。お互いになるってちょっとおかしくないですか。後にしてくれぞら。また後にしてって言われちゃったね。ドラッドの兄貴、用事があったんだけどな。今までにないほど喧嘩して、昔は仲良しだったのに困っちゃうぞら。交流の場へ行くぞら。あれ、鉢合わせする。でも一緒に演奏してくれたらいいと思うんだけど、違う。こっちもだね。みんな行っちゃった。行ってみよっか。じゃあしょうがないよね。交流の場、ちょっとよし。あ、微調整したのに。このピンのとこ、よし、できました。これで川ゾーラと海ゾーラが揃うはず。あ、なんか怪しい感じになってる。どういうことゾラ。どうしてお前がここに来ているゾラ。ジャブジャブ様は俺が何とかするから、さっさと帰れゾラ。それはこちらのセリフだ。喧嘩してる。喧嘩してるな。おい、クシャ、もういっぺん言ってみろぞら。はあ、だからお怒りになっているジャブジャブ様は我らが沈めると言っておるだろう。バカ言え、沈めるのは俺たちぞら。二人は鉢合わせしちゃったぞら。今の二人は一触即発。これはまずいぞ。そなたのガサクな音で沈まるものか。あー、またお前俺の演奏バカにしやがったな。それを言うならお前のか細い音でも無理に決まってるぞら。そなた、言っていいことと悪いことがあるぞ。むむむ。ではどちらの音色が優れているかここで決めようではないか。おお、そりゃいいじゃねえか。じゃあせーのの演奏してよかった方が勝ちぞら。え、この状態で共に演奏するのですか。うん、お言葉ですが、こんな調子ではとてもじゃないですが演奏にならないのでは。もう無理ぞら、この二人こうなったら止められないぞら。なんか一緒にいる人が一番大変。お、楽器が違うんだね。勝ち合ってない。お、全部ぶつかってる。あ、わわわわ、ひどい演奏だった。二人とも息合わせる気なさすぎぞら。おお、ジャブジャブ様、演奏を聞いておいでになられたのですね。いかがでしたか。聞くまでもないぞら、俺の演奏の方がすごかったぞら。えい、黙って。俺怒っとる。それはそうだよ。暴れてるね。兄貴危ない、離れるぞら。お下がりください。あ、え、行っちゃうの。あ、コックンしちゃった。そしたら暴れてる。え、まさかの帰る。なんと二人が飲み込まれちまったぞら。放っている場合ではない。追いかけなきゃ。あ、そっち行くの。抜け駆けはずるいぞら。そこまで喧嘩するの。仲間の危機に抜け駆けもないわ。そうだね、お先嫌だから抜け駆けもないって言ってるのに。なんかすごいことになってるけど、行っちゃったね。どうしよっか。もう話聞いてほしいのにね。これじゃ扉開けてもらえない。ん？偉いことになったぞら。ジャブジャブ様、川を登っていった。あっちはカラファゾーラの里だよね。うちの里、嫌な予感がするぞら。
ちょっと大変なことになりそうですけど、ここからは次回進めていきます。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!